イグナシオスロアガイサバルタは、スペインギプスコア県、エーバル出身の画家。父親は、金属細工師、造眼師のプラシードスロアガである。マドリードの王立兵器工場で監督官を務めた、エウセビオスロアガは祖父。陶器職人、画家のダニエルスロアガはおじ。曽祖,祖父も、祖父と、同じく王立兵器工場で監督官を務めており、画家のフランシスコ・ゴヤの友人だった。 エイバルにあるスロアガの銅像1870年にギプスコア県エイバルに生まれた。若い頃は父親の武器工場の工房で働いていたが、父親と共に訪れたローマで画家になることを決意した。18歳でパリのモンマルトルに移住し、1890年には作品が初めてサロンドパリで展示された。当時のパリにはフランシスコ・ドゥリオ、パブロ・ウランが サンティアゴルシニオールなどのスペイン人芸術家もいた。5年間居住したパリを離れて、スペインに戻ると、スペインの伝統に基づいた、闘牛士やフラメンコダンサーなどの主題の絵画を描くようになった。ビスケー湾に面したスマヤを夏の避暑地とし、スマヤで滞在した家は、博物館となっている。マドリードにあるスロアガの石像スペイン内戦中や、フランコ体制下のスペインにおいて、 スロア川熱心はファランジストだった。パブロ・ピカソは1937年にナショナリスト派やナチス・ドイツによるゲルニカ爆撃への抗議の意味を込めてゲルニカを描いたが、スロア川は1938年にナショナリスト派の象徴的勝利となったアルカサル方位を描いている。1940年にはフランシスコ・フランコ総統の肖像画を描いている。 1945年10月31日、マドリードで75歳で死去した。フランコ大政下の1954年以降に、発行された500ペセタ紙幣には、スロアガの肖像画が描かれた。スペインのカスティーリアイレオン州セゴビア県セゴビアには、スロアガ美術館がある。アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアの、ジョンズ・ホップキンズ大学に付属するエバーグリーン美術館。 図書館はスロアガの作品を多数所蔵している。ありがとうございます。